ポカリスエットがどれだけ体の水分に近いか、内容成分と電解質バランスを調べればわかる。ここに書いてありますけど、ご存知なかったんですか？79、80、81、81、そろそろいかが？83、84、お風呂上がりのポカリスエット、86、もっと美味しく、もっと美味しく、88、89。